はい、どうもキョペちゃんです。今回ですけども、ブラックコインとね、超ブラックコインの QR コードが、結構ね、いろんな攻略サイトの方にあったんで、早速ね、僕もそれを読み込んで回していこうかなと思います。ということで、せっかく回すんでね、大当たり引きたいから、大吉置き奮発してこれ使いましょう。さあ、大吉置き頼むぞ、マジで大当たり来てくれ。まあ、何の容器がチャージされるのかっていうのも知りたいもんね。ということで、妖怪ガシャコイン、まあ、最初どうしようかな。何回いいね。何回と破壊か、何回が地味に欲しいかもしれない。で、これドリームベッドして回していこう。さあ、大当たりますが、これで5個になったね。頼むぞ、来てくれ来てくれ、来い、ストップ。うわー、死亡赤。うわー、深い漢方か。深い漢方いらないまあまあまあ、気を取り直して、超ブラックコインを回していこう。さあ、大当たりますが、4つから多分6個になるのかな。よしよしよし、6個になったね。なんか均等にいい感じにばらけてるね。頼む、来てくれ。んー、ダメっぽい。うわーうわー、しかも白、最悪だなこれ。妖術大百科いきなり運悪いんだけど。あと2回しか引けない。頼むぞ、ベッド、どれにベッドして。うわ、これ左側行ったらもう絶望パターンじゃん。頼む、うわ終わったもう絶望だこれは。赤、泣いてる。うん、超経験値玉か。せめて神経験値玉が良かったな。欲張りすぎかな。さあ、ラストか。いや、俺は信じてる、ラストに来てくれると。あ、悟空はもったいないね。悟空、闇の容器はもったいない。ちょっと違うコインにして、よし、これでいこう。さあ、頼むぞ、ラスト来てくれ。頼む、ドラマチックに終わらせてくれ。来い、ストップ。うわー、しかも青術の秘伝書とかも完全に外れじゃん。やられた。うわー、マジか。まあでもね、あともう一つデータがあるんで、天ぷらの方のね、データがあるんで、そっちでも回していこう。さあ、ということで回していきますか。さっき USA で引いたんで、今回はね、ちょっと2回だけ日本で回してみようかなと。厄介狙い、頼むぞ、来いよ、来い。うわー、赤かー、外れだ。苦い漢方、まあまあな外れだねこれは。さあ、頼む、厄介がね、地味に欲しいかな。さあ、来てくれ、来い。お、金来た、頼む、おいおい、攻めの超秘伝書まあまあまあ、嬉しいけどねうわー、マジか。じゃあちょっと USA に行こう。残りあと2回はドリームベッドして、まあ容器が欲しいから、まあ、USA の方でね。まあドンドロは全然いらないんだけど、大当たりが来てほしい。まあ、ただそれだけなんだよね。さあ、頼むぞ、残りあと2回ドリームベッド。んー、4マスだけか、結構少ないね。さあ、頼む、来てくれ。あー、ダメだ、しかも白銅のこけしって今時うわ、ラストか。もう祈るしかない、これは本当のラストだ。マジで来てくれ、奇跡起きろ、奇跡、頼む、来い、お願いします。うわー、赤だ、何出る、深い漢方
爆死した 全然ダメだったね。全然大当たり来ないわ。これ当たりにくいのかな。うわ、マジか。まあしゃあないね。はい。まあ俺が当たらなかった分、みんながね、他の、みんながね、いいの当たれば、俺はそれでいいです。はい。ということで、皆さん最後ご視聴ありがとうございました。もしこの番組で少しでも、かわいそうってドンマイって思った方は、ぜひ高評価ボタンを押しててね。ではキョウペイちゃんでした。また次回お会いいたしましょう。